ほら危ないからお前はこっち <laughs> それにしても随分遅くなったな本当はもっと早く終わらせるつもりだったんだが <laughs> 悪かった <laughs> そうだなお前が明日休みで助かった俺も 明日は朝一じゃないから少しはゆっくりできるし。久しぶりに二人で過ごせるな。おって、おいどこを曲がろうとしてるんだ曲がるのはもう一つ奥の道だろまったく、相変わらず方向音痴なんだな。お前、携帯の地図見ても迷うだろ。 ま、そういうことにしておいてやるよああほら着いたぞどうぞああ悪いな少し散らかってるかもしれないが適当に座ってて今飲み物でも入れてくるから。 お茶でいいかはい今日はゆっくりしてけよどうせ最近は家に帰ってもちゃんと寝られてなかったんだろうふん目の下のクマコンシーラーで隠してても見ればわかる俺だって伊達に2年間お前の彼氏やってるわけじゃない 久しぶりに会ってもちゃんと気づく。寝る前にホットミルク入れてやるよ。少しは寝つきが良くなるかもしれないだろう。あ、そうだ。寝るときは俺の服でいいか。じゃあ、後で適当に出しておく。<laughs> <laughs> こうやってお前とのんびり過ごすのも久しぶりだなああ俺もコンテストの準備でバタバタしてたからと言ってもこれからが本番だがまたしばらく会えないかもしれない寂しくないかそうかお前は平気なんだな こっちに来いお前さっきから様子が変だよな妙にソワソワしてるもしかして久しぶりだから意識してるのかもう違うならなんで 悪い。お前も仕事で疲れてるよな <laughs> そろそろ寝るかおどうしたんだよ急に抱きついてくるなんて今日はいつものお前らしくないな 仕事で疲れてるお前をあまり無理させないようにと思ってたんだけどな気にするに決まってるお前の負担になるような付き合い方はしたくない本当は今日も早めに家に帰すつもりだったんだお前が家に来たらこうしたくなるのは分かってたからな 悪い… <laughs> これ以上したらダメだな。おおああいやそんなこと言われたらもうやめてやれないからな。